ゴズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、バン、はい、出ました。最新だ、ドラゴンボール超戦士シールウェハース、はい、こちらの奇跡のフュージョンということでね、最新弾ですね。はい、こちらが届きましたので、こちらを今回ね開封していきたいと思います。まあ果たしてね、何箱買って何箱目でコンプリートできるのか、購入したボックス内でコンプリートできるのかっていうのをね、一緒に見ていきたいと思います。では早速開封しましょう。ここをねペリペリっと、はい、めくります。絵柄を確認しましょう。絵柄はこの3種ですね。はいはい、ではね、こちら上をカットしてね、すぐに取り出せる状態まで持っていきたいと思います。はい、ではね、上カットしましたんで1個ずつ開封していきましょう。ではまず1枚目いきます。せーの、あー、はいはい、いい進論だね。あ、でもなんかこれ加工がしてあるね。これは何レアなんだ。はい、これノーマルなの。え、ノーマルで結構なんかしっかりしたなんか作りになってるね。輝きが違う、今までのと。いや、いいこれね。はい、では2枚目いきます。せーの、あー、はい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 、これはあれですね、サウンドトラックみたいな、はい、We Got Power の、はい、オープニングテーマ曲ですね。はい、レア18番。あ、レアもちょっと加工が変わったね。うん、はいはい、では3枚目いきます。せーの、これはちょっとあれだな、これもまた違うのかな。ザマズ、はい、あ、でもノーマルか。22番、ザマズ、はい、では4枚目。せーの、フュージョン。あっ、きた、これはすっごいかっけ、なんだこれ。ゴジータ GT、 かっけー、なんだこれは。あ、出たスパー、これね、新しいレアなんで、スパーキングスーパーゴッドレアっていうねすげえ名前が長い、スパーキングスーパーゴッドレア13番。うお、来たね。いや、これがね、狙いだったんですけれどもね、早い段階で来てくれた。ゴジータ。やったぜ。はい。では、5枚目。せーの。あー、はい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 。ウーシンロンか。はい、ノーマル。風神論。では6枚目。せーの。あ、はいはい。これも、V 型パワーのね、はい、レア。20番。はい。はい、7枚目。せーの。これは、リアン神論か。竜神論。竜神論、ノーマル7番。竜神論、はい、では8枚目。せーの、あはー、リアン神論か。はい、リアン神論、ノーマル11番。はい、はい、では9枚目。せーの、これまた、
拾ってますね。悟空ブラック、これはゴッドレアですね。23番。いいね。片側ラスト10枚目、いきます。せーの、あ、ヤジロベ、セットの時のヤジロベ、ノーマル05。はい、では右側5目、11枚目、せーの、あ、マイ、これは未来編の前ですね。ノーマル21番。はい、では12枚目、せーの、これまたすごい光ってる、トランクス。はい、ゴッドレア24番。いいね。はい、13枚目、せーの、おお、これはスーパーサイヤ人4の悟空、フュージョンする時のポーズですね。はい、スーパーレア14番。はい、はい、14枚目、せーの、あー、はいはいはい、地位神論ですね。はい、ノーマル06番、地位神論。はい、15枚目、せーの、あれ、これ、あ、持ってないか、まだ。はい、トラックの1/5。はい、V 型パワーレア16番。はい、16枚目、せーの、これは出ましたね。これ何レアって言うんだっけ、ダブルライジングレア、ダブルライジングレアのご飯、ダブルライジングレア、ダブル RR 29番。はい、では17枚目、せーの、あ、三神論、三神論ですね。ノーマル10番。はい、18枚目、せーの、あ、ナッパですね。ナッパ、ノーマル01番。はい、ナッパ。では19枚目、せーの、おー、ベジット、ベジット。はい、スーパーレア26番、ベジット。いいね。ついにワンボックス最後の20枚目、ラスト、いきます。せーの、ピッコロさん、これは普通のプリズムだね。ゴッドレア02。はい、ということでね、いや、今回優秀ですね。ボックス内にかぶりありませんでした。はい、改めて見ると、ダブルライジングレア、スパーキング、ゴッドレア、ゴッドレア、スーパーレア、レア、ノーマル、シークレット。シークレット何なんだろうな。うん、だ、とりあえずスパーキング、スーパーゴッドレアのゴジータが手に入ったんでね。で、これ皆さんね、これまたバーコードだと思うんですけど、オカルトコレクションファイルがもらえるっていうね、キャンペーンやってますよ。この台紙ですね、台紙の裏に、はい、ありますね。6ポケット10シート内蔵、最大120枚を収納可能。はい、
応見る限りでは開封した状態で保存できるやつですね。こう未開封のままだと多分ここの部分が出ちゃうんで、未開封派にはちょっと合わないかなって思いますね。はい、まあ、コレクションアイテムとしてね、応募してもらうのもいいと思います。これは必ずもらえるんでね、はい、バーコード12枚集めると必ずもらえる、はい、ではね、コンプしてないんで200個目突入したいと思います。とりあえず全31種なんでね、とりあえず今のところ20種あと11種です。はいはい、こっからはね、もう普通にこう破いてね、取り出していきたいと思います。はい、では1枚目いきます。せーの、ヤジロベアイダブリー。はい、2枚目いきます。せーの、お、これはダブルライジングゴッドレアだっけ、ダブルライジングレアだったすげえ、自分でレア度上げちゃったはい、ライジン、ダブルライジングレアベジット、はい、はい、では3枚目いきます。せーの、ここ持ってないぞ、通信論だ、はい、ノーマル09通信論。4枚目いきます。せーの、甘いダブリー。はい、5枚目いきます。せーの、あ、はい、持ってない、5分の2 B 型パワーレア17番、はい、はい、6枚目。せーの、あー持ってる、はい、7枚目。せーの、あ、持ってないぞ、はい、スーパーサイヤ人ブルー海洋圏の悟空スーパーレア25番、はい、8枚目。せーの、あ、持ってる、9枚目。せーの、あ、持ってないぞ、ベジータ、なんか全体的に紫がかってますね、ギャリック砲を放ってる時。ゴッドレア4番04、はい、10枚目。せーの、はい、では11枚目。せーの、おー、これはダブルライジングレア、はい、28番、ダブルライジングレア。では12枚目。せーの、あー持ってる、はい、13枚目。せーの、あー持ってる、はい、14枚目。せーの、はい、15枚目。せーの、はい、16枚目。せーの、あー持ってない、悟空海洋拳4倍カメハメハ、ゴッドレア3番、4倍海洋圏のカメハメハ。17枚目。せーの、18枚目。せーの、守ってない、ベジータの方、悟空はさっき出たからね、はい、ベジータスーパーレア15番、はい、はい、19枚目。せーの、あー持っている、はい、ラスト20枚目。せーの、あー持っている、はい、ということでね、2ボックスでも揃わなかったね、
いやー、さすがにこのシリーズはなかなか揃わない。シークレットが何かまだ出てないんだよな。では3ボックス目いきましょう。2ボックス開けてね、揃ったのが、28種類ですね。なので残り、3つ、3種類、はい、シークレット合わせて3種類、なので3ボックス目開封していきたいと思います。はい、では1枚目、せーの、あ、持ってる。はい、2枚目、せーの、あ、持ってる。唐突に現れたね。これはスーパーサイジ4のゴジータのシークレット。来た、唐突に来た。やった、シークレット出ましたね。シークレットはゴジータでしたね。なるほど、いいね、ゴジータ。よし、残り2つですね。はい、あ、これ持ってないやつだ。19番、レア E 型パワー5分の4、来た、あと1周。爪もね、残り一つとなりましたね。何が出てないんだこれは。はい、何が出てないか分かりました。27番の合体ザマス、これが出てない。スーパーレアなのに、これが出ればコンプなんだよな。頼む、出てくれ。いきます、3ボックス目ラスト、せーの、ツアー。はい、ということでね、3ボックス目でも揃わなかったのでね、いやー参った、考えたな、チキショー。はい、いやーマジか。はい、合体ザマスがね出るまでちょっとこれ4ボックス目開封していきたいと思います。1枚目で出るんかい。4ボックス目1枚目で出るんかい。マジか、スーパーレア27番、一発目で出たな。はい、ということでこれはちょっと未開封で撮っておきます。そんなにねガチでチョコレート食えないんですよ。なのでね、できれば少ない枚数で揃いたかったんで、4ボックス目1枚目で出たのはまあ良かったんじゃないですかね、今までの傾向からすると。はい、いやー、やったー、揃った、自力コンプリート達成。はい、ではちょっと見ていきましょう。パーってですが見ていきたいと思います。ここでね、このゴジータがやっぱめっちゃかっこいいな、これな。白押し。めっちゃいいわ。
でシークレットと、はい、いやー意外にでもまあ自分的には良かったかな。はい、61個開封してコンプリートできました。全31種なのに61個でコンプ、いやまあちょっとね、やはり鬼畜仕様なのはまあしょうがないですよね、このシリーズはね。うん、まあ約4ボックス買えば、うん、コンプできるかなできないかなっていう半々ぐらいの確率になるんじゃないですかね。うん、2ボックスでコンプリートできる人っているのかな、まあ、31種類で。あとねこれ気づいたんですけどね、実はこのビニール袋、ビニール袋にも違いがあるの知ってました？ここの先端っていうか上部ですね、上部のカットがギザギザなのと、このフラット、これはフラットなんですけど、これがギザギザになってるタイプとこのフラットタイプっていう2種類あるんですよ。自分も全然気づかなかったんですけど、まあネット情報で知ったんですけれどもね、はい、まあ、どっちが貴重かとかそういうのもわからないですけど、まあ、今回全部フラットですね。うん、ここが前回はこれはギザギザでしたね。はい、なんかそういう違いもあるらしいんですよ。うん、その入れ物の違いは何なんだろうね。あの前半の生産と後半の生産で違うとかなのかな。うん、これはもう予約して今日届いたばっかなんで多分前半だと思うんだけど、まあ、そこら辺ちょっとわからないですね。うん、まあ、知ってる方いましたらコメントください。はい、ということで、なんとか今回購入したボックス内、もう本当4ボックスしか買ってなかったんですよ。はい、なので本当ギリギリの戦いでしたね。はい、まあ一応自分が買ったボックス内でなんとかコンプリートは達成できました。はい、まあ、皆さんもねこれには苦労すると思いますね、このシリーズ購入してる人は。なのでね、チョコレートさえいらなければ最初からフルコンプのやつを購入した方が早いかもしれないですね。はい、まあ、自分は動画的にもあるんで、まあ、こういう風に開封動画として撮らせてもらってますんでね、まあそういうのをやってない方はね、ストレートでシールだけコンプのやつを買った方がいいかもしれない。まあでもね、今回はこのバーコードでねファイルがもらえるっていうのもあるんで、だからそういう面でもこのバンダイ側のこの買わせるっていう狙いがあるのかもしれないね。うん、まあそういうのもあるんで、まあでもねファイルは全員プレゼントなんで、まあ手元に届き次第ね、多分ねネットとオークションやフリマで大量に出回ると思うんですよ。まあ、それこそまあ1個多分1000円もしないで買えると思うんですよね。うん、だからまあそれを待ってね、うん、購入するのもありと思います。まあ各々のね考え方次第だと思いますんでね。まあとりあえず今回はこの辺でね終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、見ていただけましたらぜひ高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。